サーベドラは、アルゼンチンの首都ブエノスアイレス特別区の北端にある、地区である。コムーナ中に属しており、人口は5万1723人である。ブエノスアイレス特別区のヌニエス地区、ビジャウルキーサ地区、コグラン地区と接しており、ヘネラルパス通りを境界として、ブエノスアイレス州のフロリダや、ビセンテロペスに接している。地区を象徴する場所は、サーベドラ公園であり、 広大なピクニックエリアやスポーツ施設がある。ブエノスアイレス市民の多くは週末にサーベドラ地区を通って出かける。サーベドラ地区の北端にはヘネラルパス通りとパンアメリカンハイウェイのインターチェンジがある。1970年代後半、新しい高速道路網を計画したオスバルド、カッチャトーレ市長は市内最大の居住地区の一つだった。 サーベドラ地区を通る高速道路を計画し、地区の南端部分の建物が取り壊されて、広大な空き地となった。しかし、高速道路の建設は行われることなく、空き地はロベルト・ゴジェノーチェ通りに転用された。地区内には、フィリップス社の重要な工場があり、また、ブエノスアイレス市内最大のショッピングセンターである、ドット・バイレスショッピングセンターがある。 単語歌手のロベルト・ゴジェネチェはサーベドラ地区出身である。サッカークラブの CA プラテンセはサーベドラ地区が発祥地である。アドルフォ・ビオイカサレスの小説、エルス・エー・ニョで、ロス・エロエスの主人公はサーベドラ地区に住んでいる設定である。サーベドラ公園リカルド・バルビン通り、ドット・バイレース・ショッピングセンター。ありがとうございます。